ブラッドリー・リチャード・ハンドは、アメリカ合衆国ミネソタ州、カーバーグン・チャスカ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称はブロー、ブロタート。トリプル A 級ニューオーリンズ時代2008年の MLB ドラフト2巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、6月19日に契約。この年は、参加のルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・マーリンズと A-9、ジェームズタウン・ジャマーズでプレイ。A-9、ジェームズタウンでは3試合に登板し、1勝2敗、防御率3.00だった。2009年は、A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズで26試合に、登板し、7勝13敗、防御率4.86だった。2010年は、A 級ジュピター・ハンマーヘッツと AA 級、 ジャクソンビルサンズでプレー。A 級ジュピターで26試合に登板し、8勝8敗、防御率3.33だった。2011年も A 級ジュピターと AA 級、ジャクソンビルでプレー。6月6日にマーリンズとメジャー契約を結び、翌7日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。6回を投げ、1安打1失点6奪三振に抑えたが、打線の援護がなく、 メジャー初黒星を起死した。その後に試合に先発したが、いずれも敗戦投手となり、6月20日に A q ジャクソンビルへ降格した。7月2日に最小格し、7日のヒューストンアストロズ戦で7回をニアンダム失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。試合後に A q ジャクソンビルへ降格し、7月27日にメジャーへ最小格した。 3試合に登板後、8月10日に A 級ジャクソンビルへ降格し、9月2日に再昇格した。この年は12試合に登板し、1勝8敗、防御率4.20だった。2012年3月18日に、トリプル A 級ニューオーリンズゼファーズへ配属され、そのまま開幕を迎えた。8月3日にダブルヘッダーでロースター枠が空いたため、メジャーへ昇格し、 同日のワシントンナショナルズ戦に登板したが、4回途中、6アンダ7失点6四球の乱調で敗戦投手となり、翌4日にトリプル A 級ニューオーリンズへ降格。その後メジャーへ昇格することはなく、この年は1試合の登板にとどまった。2013年2月20日にマーリンズと1年契約に合意。3月11日にトリプル A 級ニューオーリンズへ配属され、 そのまま開幕を迎えた。4月30日にメジャーへ昇格。リリーフとして1試合に登板し、5月2日に、トリプル A 級ニューオーリンズへ降格した。9月2日に再昇格。この年は7試合に登板し、1勝1敗、防御率3.05だった。2014年は開幕ロースター入りし、主に、リリーフとして16試合に登板していたが、5月24日に、 右足首の故障で15日間の故障者リスト入りした。7月2日に復帰した。復帰後は先発として投げるようになり、最終的には32試合に登板、うち16試合に先発登板した。3勝8敗と大きく負け越したものの、防御率4.38フィップ4.20ホイップ1.36というまずまずの数字を記録した。マイアミマーリンズ時代2015年も、 先発とリリーフを兼任し、38試合中12試合に先発登板した。4勝7敗と2年連続で負け越したが、この年は各数値もかんばしくなく、防御率5.30ホイップ1.49という内容だった。2016年4月3日にリリーフとなった。サンディエゴパドレス時代2016年4月8日にウェーバー工事を経てサンディエゴパドレスへ移籍した。 この年は、リリーフ1000人となり、両リーグ最多となる82試合に登板、4勝4敗1セーブ21ホールド、防御率2.92と、ブルペンの柱として活躍した。2017年は、ブランドン・マウラーの移籍後は、クローザーとして起用され、72試合で3勝4敗21セーブ、防御率2.16と前年に続き、好成績を上げた。 またこの年は自身初めてオールスターにも選出された。2018年1月13日、2020年までの3年、総額1975万ドルで契約延長した。クリーブランド・インディアンス時代2018年7月19日、フランシスコ・メヒアと引き換えで、アダム・シンバーと共にクリーブランド・インディアンスへトレードされた。 この年は2チーム合計で69試合に登板し、2勝5敗32セーブ、防御率2.75という成績であった。2020年は新型コロナウイルスの影響で60試合の短縮シーズンとなった中で16セーブを記録し、自身初タイトルとなるアメリカンリーグの最多セーブに輝いたが、オフの10月29日にマイナー契約となり、 翌日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年1月26日にワシントンナショナルズと1050万ドルの単年契約を結んだ。2021年の年俸は400万ドルで、残りの650万ドルは2022年から3年間かけて支払われる。ありがとうございます。